昔ね、いろんなことやったのさ。これをね、松山君にヒント言ってくれ。松山君がとっても気に入っただけなんだけどね。まずね、これやる前に歌があるのね。これ皆さんと一緒に歌いたいんだけど、僕が一番ちゃんと歌うんで、大合唱ですよ、いいですか。パンツの穴と、はい、パンツの穴と、悪いけどね、ほんと40年間やってるけど、1回目で歌ったらあんたの初めてだよ。普通みんな歌わないよ、こんな歌。3回言ってようやくなんかちっちゃい声でペンチーのとか。これ昔はね、髪の毛がこうね、アフロだったんでね、かぶってこれ見切ります。仮面ライダー微妙。一番受けたのがね、変態ってやつだね。ね、じゃあもう一曲いきましょう。これ私がですね、ヤンゴーに出て一番ヤンゴーで一世を不備したっていうかですね、当時の、プロデューサーがですね、これはもうお前しかできないから頑張れと。でこれ一人じゃできないんですよ。で先ほどのチョビン君、それとね、本当はねもう一人いるんですよ、青山ってやつが。この青山ってやつがいるんで、その35周年で一応解散した鳥尾田中ちゃん、最後の鳥尾田中ちゃん揃ってですね、津軽海峡冬景色見ていただきたいと思います。あ、いやいや、まあ諦めて、声諦めて、
ちまでただの出るなんか。あのね、本当はこれでやめとったの。そのね、今昨年までと鳥居田中ちゃんね、最後の、ジョリンクで、もう一人ね、まだ鳥居田中ちゃんって名前がつく前に、僕らあのキャンディーズに対して気に入られましたね。あのキャンディーズサマージャックっていうあのマリアム公園で、2000人ぐらいのやつで僕総司会とですね踊りをやったんです。その時まだ鳥居田中ちゃんって名前がついてなかったんです。その時のメンバーが今日東京から駆けつけてました。ゴジゴジ、それね、こいつも奥さんはうちの店でやりました。多いんですよね、そういうのね。兄弟じゃない。いや、お前とは兄弟じゃない、わかんないですけど。そして、おい、ちょびちょび、お前、そこで休んでいかないんだよ、お前。なるほど、お前。ストーリーで、はぁはぁはぁ、年取ったふりしてるんだよ。これね、最近、あの昔もっと面白かったんですよ。なぜかというと、歯なかったんですよ。今歯つけたらね、普通のやつになっちゃった。歯ついたらただのハゲですからね。まあそんなわけで、じゃあ3人で覚えてる？俺ね、覚えてるって言いながらね、俺もちょっとあんま自信ねんだ。急に思いついちゃったから。じゃああのキャンディーズね、まあ、ハートのエースがじゃなくてやりこう、年下の男の子、これをじゃあ最後にお送りします。あいつは可愛い。
しい。